さあ久しぶりのコメ編行ってみたいと思います。久しぶりだね、容器溜まってんね。どれからいきます？釣ってその場でお料理のやつ。さすが料理人というか、食べてる時すごい幸せそうな顔をしてはるのがいいっすね。そうなんですよね、これね、外で食うのはうまい。だけど今ね、アウトドアムーブやん。まあまあ、あのね、やりっぱの人が増えた。だからこういうのやるのはいいんだけど、やっぱり推奨しようとしてしまうとトラブルも一緒についてくるんですよね。だから絶対こういうのをやりたいなと思う人は、もう来た時よりも綺麗にしてください。で、釣り場でね、やった場所はここでやっていいですかって聞いたんですよね。じゃあいいよってなったんだけど、これがいろんな問題があって、地方に行くと、まあよもやそんな問題が起こることはないだろうと思って、ああいいよって言うんですよ。それがひとたび大勢が来るとやっぱり邪魔でしかないんで、まあ、僕もこれね、アップするのを考えたんですけど、まあまあ楽しそうに美味しそうにしてるんで、アップしました。だから皆さん、やるときは本当に迷惑かからないようにやってください。まあ、でただね、外でやるというよりも魚は料理できると楽しいですよ。釣りはあまり興味ないけど、この方だけは人間として魅力的やば。いいね、これいいね、こういうのばっかりにしたいね。こういうのばっかり読んだらいいんだね。あとは何？静かしてほしいです。食べてる動画いっぱいみたい。これね、シリーズ化ってなるやん。これもたまにしかしないのが、なぜか同じことやってるとすぐ飽きるんですよね、僕ね。見せるとき特にね、自分でやるのは同じことばっかりやる。自分で例えば家で料理するにしても、レパートリーは増やさない。何？刺身？唐揚げ？それから煮付け？で、酒蒸し？あとなんだ？塩焼き。ゴミ5包ぐらいな感じやん。揚げる、煮る、蒸す？ね？焼く、生。まあそんな感じ。それをそんなにレパートリーは増やさない。はい。すごいね。この動画を魚にビール飲んでるっていう。昔あったね。知ってる？天才バガボンでのさ、クン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 って言って、焼き鳥の匂いを嗅いでご飯食べに、ご飯、まあええねんけどちょっと待ってよ。年齢的にはおっちゃんやんやがまるで子供を見てるような無邪気さ、たまらん釣り人やな。あ、なるほどね、勉強になりました。今まで見た料理の中で一番うまそう。それはないよな。でもただね、カオっていう音、昔ポテトチップスの宣伝でさ、あの音ならへんだよ。カオって一瞬なんねん。なんかの時にカオってなって、子供の時にうわなんだ今と思って、なかなかそれはならへんだ。今は鳴らされる？最近やってないか知らんけど、あれにはすごく憧れた。カオってな、その音がする。アジの唐揚げ、ウマハタグラブのおかげで僕は今年昭和からキジハタ40アップ2匹釣れました。大好きなエースワームです。ウマハタグラムな。あれはいいよな。もうバスでは全然売れへんだのにな。いや、そんなことないよ。初期に売れたんだけど、全然違うぐらい海では売れるのね、あれ。で、偶然なんだけど、あのボリューム感がちょうどいい。22センチぐらいのガシラから50センチぐらいまでのオーマンハタも全部あれで釣れるやん。ちょうどいい大きさやった。ネグオ玉なのかネギオ玉なのか、村上さんどっちなんですか。なんでいつもずっとネグオ玉言ってるけどな、これ多分見てへんのかな。ですかね、パッケージにもネグオ玉って書いてたはずなんですけどね。ああ、書いてるかもしれん。はい。ごめんごめん、俺も読んでないな。その下でネグオ玉って言うてますやんって書いてくれてるわ。書いてくれてる、言うてるし書いてるしって書いてる人も次も見てはるわ。ワームとか解説してる時の後ろのハートランドのプルトが気になります。なるよね、そらね。もうちょっと待ってください。今年のハートランド面白いです。まあ来年なのかな。今年のプロトモデルのハートランドは面白い。はい。ああ、これな、他のチャーターにもスプリットリングをつけたいと思ってるんですけど、動きに支障がありますかね。赤松さんどうです？一度されてみたらいかがでしょうか。正解。一回して、ただね、こういうのって、まあ、多分こういう質問って、
まあ、僕は好きじゃない質問って言いながらも絶対拾うやん。結局好きなんだ。じゃあ、趣味反発やからと思うんだけど、違う。これはスプリットリングをつけたいと思ってるんだけど、うん、つけてみたけど分からへんねんっていう話だと思うね。基本的にはね。で、スプリットリングで、これを完成させたね、エゲチャター完成させたじゃないですか、2人で。はい。赤松さん、これはなぜスプリットリングにしましたか？スナップをつけたいから。そうですよね。僕たちはスナップをつけるんですよ。だからスナップが気持ち悪いからスプリットリングにしてる。はい。だから、逆にスナップをつけて直結でもいいし、うん。ここでちょっとね、物がないから、まあ赤松の動画見てもらったらわかると思うんですけど、スナップをつけずに直結するとします。AK チャターに。するとどうなるか。エッジの部分、ブレードのエッジの部分ね、これサラピンだから、サラピンっていうのは大阪弁やね、新品だと傷がつかない。でも投げてて岩でこすったり砂でこすったり、ちょっとずつこう細かい傷がついてるブレードに当たった状態でこすれると、もしかしたら切れる可能性、もしくは傷がいく可能性はあります。そこにスナップをつけることで延長するんで、それがなくなるという部分もある。だから多分、備え付けのものはスプリットリングじゃなくてあれがついてるんじゃないかなと。あとは、まあ、スプリットリングより、製造するとき使いやすい、作りやすいかもしれない。うん、そこはちょっとわかんない。僕たちはスナップを多用するので、スプリットリングにしようよってなって、そうした。はい。ちょっとコツがいるかもしれないですね、つけるのに。どっちが？スプリットリング。あれいるかな、やっぱり。いるのと、なんかクイクイクイ、あ、そうか、それオープナー持ってたらできる。なんでグイって押したらうにょって開くやん、薄いやつ。開くってブレードがね、曲がったり傷ギャッていったりとかしやすいけど、結局オープナーが。なるほど。 YouTube 嫌いなはずでは。どういうことやろう。 YouTuber が嫌いねんね。それも大多数の YouTuber がで、 YouTuber 全員が嫌いじゃなくて、何が嫌いかというと、もうそこをそうやって言わんとこうよっていう場所で、それをすごく影響力のある人がやっちゃうと、いろんな問題が起こってくるのを今まで僕は一応避けて通ったつもりだから、なし崩しになるのが嫌なだけ。うん。まあこれは賛否両論なので、僕の意見ね、あくまでも批判じゃない。うん。そうです。あとは何だろう、まあ偉そうになるかもしれないんだけど、段階踏んでないんで、いきなり動画撮りました、放映しました、放送しました、誰かが見ます、それが何かの拍子に、回転数が上がっちゃうと見えちゃうじゃないですか、いろんなものが。うん、今までそれを僕たちは気にしながら、隠しながらというよりも、やっちゃいけないこととか、いろんなこと気にしながら出したことがバーンと出てしまうことが、目立ってしまうのがたまたま YouTube なだけ。それが YouTuber が悪いというふうになっちゃう、もしくは嫌いっていうのが誤解を招いてるんだったら、ちょっとそこは訂正したいなと思うのね。例えば、どうだろう。近頃の若いもんは言うのと一緒。もしくは、釣り人はマナーが悪い。そんなことあらへんのですね。で、若い子の釣り人の方がマナーが悪いか言ったら、そうじゃなかったりもする。それと一緒で、僕はその表現の一つで、として、YouTuber 嫌いやねんと。YouTuber に向かって言ってるでしょ。だから。あの時ね、一番最初に K さんに言ったんじゃないかな。僕 YouTuber 嫌いやねんって言ってたと思います。はい。ダニーな。持ってきてないな。また今度でしょうか。うん、やめよう。持ってかんとこ。今度でしょ。うん。今度でしょ。ダニーラ。ちゃうな、これ。何やった？イケイケダニー？ちゃうな。さようなら。ちゃう。さようなら。それはダニーを取るやつやろ。うん。ダニーを取るやつがあんねん。うんうん、すごいね。1パックでな、25万匹取れん。で、それが、4パック入ってるから、100万匹取れるらしい。さよならダニー。まあ、ダニーがいなくなるので、さよならダニーらしい。ドラッグストアに売ってた。思わず、写メ撮った。これ、名前の付け方一緒やんと思いながら。そう。NDB ダニーだと、ネウオダマブラック用に作ったダニーなんだけど、これ、ちょっと待って、ビビーショットにもいいやん。あと、オフセットフックで、普通にふわーっと落とすのもいいやん。脳神経、もしくはネイルリグで。これ NDB ってつけるのやめへん？と思えへん？うん。何？限定すぎるから、ね。限定すぎるよな。うん、じゃあ、ピクピクダニーとかさ、ワクワクダニーの。ワクワクダニー。じゃあ、だからこう、ピラピラダニーやろ。だから、ふわーっとなるの。
何やろ、ピクピクダニーじゃん。ピクピクなんすか。ピクピクじゃないな、これ。ふわふわダニーかな、ほんなら。まさまさ、いや、じゃあ分からん。まあそんな系のやつですわ。はい、今ね作ってるいわゆる多足系の足の多い系のワームの話ね。はい、若松さんめっちゃ釣り人になってますね。いつもやんあの人、この人やん、いつもやん。ロケ行ってんのにロケを忘れて釣りをするというね。まあ僕も人のこと言えませんけど、やっと大人になっただけの話だね。ね、最近ね。はい。新オフィスの壁は、何これ、木毛、木毛、木毛セメント、木毛、何じゃあこれ木毛って立つに毛を入れようと思ったんかな、これ。木毛ちゃうな、でもな。いや、でも分かんないけど。ミニカーもコレクションしてるんですね、村上さんは。造形のデカリ、それともカラーサンプルと捉えているのかな。何これ、造形のデカリ、何て読むのかな。まあまあ、あれやね、あのミニカーっていうのは気持ちいいんですよ、置いとくと。僕の中でずっと見てられる、あの今ずっと見てられるものは南沼エビやね、あれずっと見てられる。あの、ね、金魚はそんなずっと見てられへんね、僕。あの魚、あと動きがさ、おっきいやん。あれ、そう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 って動くやろ、音。そう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 って。南に沼エビの泳ぐ時の音、そう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 やで。そうじゃない。うん。あれ好き、最近。あの、餌もちょっとですもんやん。で、汚れたら自分で汚して自分で綺麗にしとるもんね、あれね。うん、食ってやることはないと思うんやけど。だから餌をやるのを、1日に1回もしくは2日3日に1回にやってて、あとはどうしてるかって言ったら、お箸であの床というか、あの底の土をこう攪拌させてるのね。でそこに溜まった不純物もしくはまあ微生物というか、あのそういったものを、彼らは食うので、わーっとやっとけばみんながわー集まってくる。でだんだん浄化される。で時々それだと栄養失調になったら困るんで、餌をピリッと入れる。はい、その餌は何やったかな。メダカの餌、100均やな、うん。はい、あとはやっぱりタングステン猫メタル欲しいです。やっぱりタングステン猫メタル今作ってますよ。これ 80g って書いてますけど、 100g と 150g、大きさで言うと 100g が 50g の大きさなんで、まあまあちっちゃいよね。で、150g は 75g ぐらいですかね。だから 80g ぐらいね、まあまあ小さいのが出来上がります。はい、ドゥンってドゥンドゥンってこんなやつやけどね。あれ何がおもろいかなと思うぐらいのアクションするよね。ふんふんって。ただ、猫メダルは比較的動くように作った。シャンって。ふーん。シャン。ふーんって。普通の猫メダルはシャン。ふんふんふん。わらららら。ってなのね。シャン。うんうん。ってなのね。さあ、おもろ。よだれ出てきた。はい。愛の不時着面白いですね。これなんで知ってんのよ。なんか喋ったっけ、俺。韓流な、こんにちはせよーってな、やるよね、あれ。なるなる。ああなったらな、なんかな、韓国語覚えてみようと思うけど、まあ今じゃないかと思ってやめてもな、うん。ずーっと見てまう、あれ。ちょっと自分もな、あ、俺も頑張ろうってなるんだよな、あれ。うん。韓流な、韓流ハマるの意味が分かった。うん。村上さんがハートランドに携わる前に好んで使ってた竿は何ですか。この時ね、ハートランドを使う前は1枚未満の竿をガイド変えて使ってたりとか、7フィート6インチの竿を、まあ2ピースとするでしょ。それをブランクスがグリップまでいってるから、そこまで全部そのグリップを切ったら長くなるよね。でそこにグリップを、グリップというかまた何かを延長してつけて8フィートぐらいにしたりして使ってたね。今とあんま変わらへんね、やってることね。それが台湾のね、安い竿、カーボーイスカー、それと、ダイコーのナイヤードベクター、それからダイコーのあれなんだ、ブルーダーやったっけ。ブルーダーは使ってみたけど、うーんっていう感じで。ただあれね、安かったんですよ。で安かって、目利きができればその中から面白い竿は選べれるかなって感じ。うん、そんな感じでしたね。ベクターも結局一緒やったけどね。僕は7フィートのヘビーアクションで、なんでそれを気に入って使ってたかというと、先が細い。うん、先系が細かった。
ただそれだけで選んだ。あと誰も持ってなかったから。うん。だから、どうだろう。そうやね。人の持ってるもの嫌やったっていうのはすごくあったかな。うん。好きな色と食べ物の味が一番長かったって書いてるのは、村上が質問9つに答える。マウチョフセット、立ち合いの理由、他って書いてあるけど、そうやったのや。メロンの時。わからん。何でもかんでもハイギアを推奨する村田さんに比べて村上さんはギア比の違いによる物理的な特徴を丁寧に、説明しているので非常にためになります。個人的な感想です。うん、そうな、ハイギアを推奨してるの村田さん。まあ多分ハイギアの方が当たりが分かるという理論でしょう。ぐーっと巻いてるのがどうなんやろうね。僕はローギアがいいのは、ハイギアにすると穂先竿がお辞儀するのが嫌なんで、お辞儀する分をあのこうカバリカバーしなあかんやん。その力が嫌なのでローギアにするんだけど、最近のね、まあリール、まあ特にダイワなんかはどんどん進化していきながら、巻いてる時のどうやったらいいんかな、トルクロスというかパワーロスがなくなったんで、割とハイギアが今までよりもまあ回転させやすくなった気はするかな。うん。HLC やったらこれで買いましたね。HL、そうやね。HLC、あれ 7.11 やん。いつも僕 6.3 使ってるやん。昔は 6.3 ってハイギアやったやん。5.8 対1とか、そんなんやったわけやんか。PT33C なんか 3.8 対1とか、そんなんやで。うん、来んのよ。うん。いや、ただそれでスピナーベイトを1音数やったら、あの、岸釣りやっても、グリ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 って負けんねん。グリ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 ってこう、あの、ウィードまで突っ込めるみたいな。これはもう、師匠、達さんがやってたけどね。で、その PT33C のハンドルを買って、シマノのリールにつけてたんならみんなは、あの、穴が合わないんですけど、いや、合わないままつけてたまあ、昔の話です。600円やで。ロングパワーハンドル。600円。いっぱい買った。はい。